どうも、こうすけさん。はい、こんにちは。あれ、なんか進んでないですね。勉強する気あります？受かる気あります？ないです。え？ない。ないって言っちゃった。ちょっとやばいですね、実技も。なんかはい、でももう頑張りますって言っちゃいましたからね。はい、そうなんですよ。頑張らないといけないんじゃないですか。まあ受けるんだったらね、やっぱ一発で受からないとね。やっぱはい、まあこういうね、はい、せっかくテキストがね送られてきてるんでね、はい、ちょっと僕ら中身はこう公表することはできないんですけど、はい、はい、いやもうね、なんかちょっとアリス覚えないといけないことありすぎて、頭がちょっと何問か出してみましょうか。はい、ああもうお願いします。はいね、はい、三沢さん、三沢さん、とりあえず私撮影がありますので何問か簡単なところから。はい、はい、では第1問。はい、オッケーを設置する場合、その高さは、はい、高さ、大きいのですね。はい、10ミリから150ミリ。ファイナルアンサーでしょうか。ファイナルアンサー不正解でございます。あ、100ミリ。はい、あ高さは10ミリから100ミリ以内のものとし、はい、ダーツボールの中心から大きの、対角線長さは中心から2990メートル。単位を単位メートル。メートル、じゃあセンチ、ミリ、ミリ、センチ。2990ミリ。よろしいですか。はい、 OK です。はい、はい、ちょっと危ないか。対角線の長さは誤差プラマイ15mm。 はい、はい、 OK でございます。はい、では40秒ルールの説明をお願いします。はい、ルールの説明。まず、レフリーに、レフリーに、40秒ルールを発動するようにお願いして、で、レフリーが、それを、コントロール席に、40秒ルールを発動しますと、申告します。そしてでそこで、ストップウォッチを借りて、で、そこから、40秒ルールが発動されて、で、ダーツを、3本投げてボードから抜いて、でスローラインを超えるまでの間をカウントする。はい、はい、でこの40秒ルールは、両者とも適応というかされる。まあ大まかに、はい、合っとるけど、はい、正解。はい、はい、答えは、はい、では、はい、一方の選手がレフリーに申請し、はい、レフリーが認めた場合のみ40秒ルールが発動します。はい、レフリーはコントロールに40秒ルールの発動を宣告し、ストップウォッチを受け取る。はい、40秒ルールは
両選手に発動する、はい、申し込みした選手も40秒ルールが適用され、はい、40秒の計測は一方の選手がダーツを抜いて、はい、スローラインを越えてからもう一方の選手がダーツを抜きスローラインを越えるまでの時間とする、はい、レフリーは30秒が経過後選手に10秒前と伝える、はい、40秒が経過した場合40秒ファールとなりそのラウンドの得点マーク数は無効となる、はい、以上が40秒ルールでございます。はい、まあということでね、はい、ポンスケさん、はい、ちょっとしっかりと、はい、そうですね、はい、やばいっす、まあ、レフリーに、はい、まあ、申告する、はい、まあ、これは合ってたんですよ、はい、ただレフリーが認めた場合のみコントロールにね、はい、行く、まあ、レフリーさんが行ってくれるんで、はい、はい、まあ、レフリーが、まあ、ちょっとこいつうっせえな俺も思うよ行ってくるわまあ、レフリーがね、はい、優しくこう任しといてって言った時にね、はい、発動するんで、はい、まあ、レフリーに嫌われたらもしかしたら発動する、いや、ちょっと無理っすっていや、全然時間ないでしょ、大丈夫っしょっていけるっす、いけるっすってなったら発動しないということで、はい、はい、ちょっと勉強はね全然足りないですね、しっかりやりましょう、はい、まあ、ちょっとね、最後ね、作文があるんですよ、はい、そこは多分難関だと思うんで、はい、そこいっぱい書かないと、はい、ダメかもしんないな、そう、もう、とりあえず分かるところ、バーっと、とりあえず、まあ、なんですかね、プランだけは、うん、なんかとりあえず、なんか分かる単語ならない、とりあえず埋めて、で、作文をしっかりと、まあ、書けたらなと思っています、はい、そうだね、はい、はい、ということでね、はい、引き続き勉強の方を頑張っていきましょう、はい、はい、お願いします、はい。